よいしょ。コツコツとね、虹のしおりをゲットしたんですわ。ですわよ。で、もしもし、誰か聞いてますか？もしもし。中村です。もし聞き取りにくかったら、電波のいい場所に移動して、聞こえますか？急いでコントローラーをグリグリしてください。中村どうかな？どう？違う？あれ？中村？右スティックだわ。左スティックやるとログが出てくる。違う？違うんかな？え、違うか？中村。もう一回やるわ。さっき確かに中村の声が、あ、な、あ、聞いてるよ、中村。中村です。中村。あ、聞こえます。急いでコントローラーをグリグリしてください。急いでグリグリ、急いでグリグリ。あ、あ、あ、聞こえそう、中村。今グリグリしとる。ありがとう。
中村ありがとう、聞こえたわ。許してほしい。こうでもしなければ奴らの目を欺けなかった。許してほしい。私もこのなんかスチームの感想かなんかの欄にあるコメントを読まないとここにたどり着けなかった。やつらは私を警戒している。昔のようにソフトの中にメッセージを仕込むのは容易ではなくなってしまった。だからこのような送信プログラムの形で君にメッセージを送ることにしたのだ。これなら絶対に気づかれることはない。よくこんなもんに気づいた人がいるね、中村。私の中村じゃない、名前は中村光一、チュンソフトの代表だ。そうなんですか。新作ゲームの宣伝などでインタビューを受けるから顔くらいは知っているかもしれない。だが君が見慣れている中村光一は私であって私ではない。奴らの仲間だ。私になりすましさも私であるかのように振る舞っているのだ。なんだって秘めるか。しかもこの偽物はどうやら二代目のようだ。つい先日この部屋唯一の娯楽であるテレビで見た中村光一の姿が以前の中村光一と微妙に異なっていた。どうやらあの中村光一に扮した私も奴らの捨て駒に過ぎなかったようだ。私はもう随分長いことこの小さな一室に閉じ込められている。私が監禁されていることを外の誰かに伝えることはもう絶対に無理なことだと諦めていた。だがチャンスは突然やってきた。ある日、偽の私がこの部屋にやってきて、私にある要求をしてきたのだ。その要求は、かつての私の作品であるドアドアのリメイク版を作り、このゲームの中に収録しろというものだった。与えられた時間はたったの1時間。無論、私は不可能だと答えた。だが、偽物の私はまるで聞く耳を持たず、1時間後にまた来ると短く告げ、部屋を出ていた。1時間か!厳しいな、中村。かっこ本物さん。なんだって?やるしかなかった。部屋の隅で埃をかぶっていた PC を引っ張り出して、必死にプログラムを書いた。30分が経過したところで、なんとかプログラムを書き終えた。テストプレイをしてみた。細かい部分は再現できなかったが、とりあえず動く。よかった。しかし、久しぶりに遊ぶドアドアの、なんと難しいことか。ねえ。あれでしょ?エコ基地ドアドアでしょ?あれ。むずすぎ。なんもできんかったよ、あれむずすぎて。このプログラムにメッセージを隠すことはできないかと。いや、ただ隠すだけでは奴らにバレる。うまく気づかれないように、よいしょ、仕込まなくては。そこで私は通信プログラムを入れることにした。このやり方ならおそらく問題はない。まさに今私は君の手元のハードウェアからの信号を受け取った。折り返し、私は君にこのメッセージを書いている。正直に言えば成功するとは思っていなかった。でも成功したのだ。今私は興奮で指先が震えている。え、これリアルタイムの話か。どうか、これからもずっと、このソフトを手元に置いてほしい。そして、時々でいい。このソフトを起動して、私との通信が生きているか確認をしてほしい。いずれ、奴らの陰謀について語る日も来るだろう。その時が来るまで、決してソフトを手放さないでくれ。このゲームを遊んでくれた君に感謝する、中村光一。中村光一!で、中村のメッセージがもう一件あるはずなんすよね。あ、こんばんは。渋谷の多分ラストのシナリオでございます。あ、そうだ。選択肢を戻さないと。え、待って、正しい選択肢なんだっけ?田中か。で、あっち辺の5時。
この辺？もうちょい前か。あれ？どこだ？これのあたりか。ろかった。ろかたね。で、エコ吉が怒っている。エコ吉ね、すごいことなんよ。ペットボトルの身でありながら渋谷をね、守っててね。待って、むずすぎる。最後の方まで読んで、ゲーム再起動させるの、マジか。あ、こんばんは。渋谷というゲームをやっております。イエイイエイ。だいぶね、長いことやっておるけど、多分これがラストのはずなんだよね。これは、あっちの T シャツの柄にあるペットボトルが主人公のシナリオ。エコ吉編。いや、どういうことって感じなんだけどね。アチの着ている T シャツの柄のペットボトルが実体のペットボトルとなって、この渋谷のゴミから生まれたガスと戦う話なんだよね。メタボンね。もう大変でさ、一緒にやってきた仲間のさ、鉄尾もさ、食べられてしまうしさ、ガスに。パルもさ、パルは、まあ、データキャラというか頭脳派キャラだからさ、ガスを燃やそうとするんだけど、ちょっとね、ちょっと早計すぎるということでね。大変なんだよ。ゴミを食い膨れ上がり、そして巨大な爆発を起こす。その時街はめちゃくちゃになる。すべてを死と腐敗で覆い尽くすとはそういうことだ。このガスはそれを狙っているんだよね。これ何の話？パル！結構シリアスなね、話だよね。仲間が一人一人、なんか、やられていくシーンとかね。これ、昔から一緒にやってる、なんか、通貨の中みたいな人。これ文字、本当はスキップとかしたいんだけど、やり方わかんない。
そう、エコ吉ってミネラルウォーターのペットボトルだから、中に入ってる水が全て失われると死になってしまうらしいんだよね。ちなみに私の机の上に飲みかけの水ペットボトル2本あるんだけど、これってどういうことかな。両方飲んでいいやつかなこれ。はとこちゃん頑張ってね。あ、ありがとう。あの頑張るね。サンキュー。ねえ、明日から実家帰るからパソコン失われてしまうからしばらく配信できないけど、まあ普通に年始3日か4日ぐらいには帰ってくるからって感じだね。最近ね、寒すぎてパソコンの前に座るのが辛いという問題があるけど、今着る毛布着てて、着る毛布着たら着る毛布着てる部分だけめっちゃ熱いっていう、すごい性能を発揮してる。どうしたら部屋というか温度ってちょうど良くなるんだろうね。あ、飲み込まれた二人も戻ってきております。エコ吉さん、死んでる。エコ吉さんはその身を挺してというかね。すげえやん。そんなことできないよな、普通な。まだキャップを外してないだろう。ペットボトルを捨てるときはキャップを外してから。そんなもん常識だろうが。しかし、もしキャップを外してしまえば細かなひびのせいでペットボトルは割れてしまうだろう。今エコ吉の体はキャップでつなぎ止められているのだった。私もキャップは分けてでなくちゃとね、改めて認識させられましたね。エコ吉編を読むことでエコへの意識が高まってるよ。何の話？エコ吉さん、さようなら。バカ野郎。さよならじゃねえ。また会おうぜだ。このぐらい夜の帳に包まれて長かった一日が終わりを告げる。すれ違う人々、巡り合う運命。渋谷を彩った数多の物語が君の記憶に留まることを願う。いずれまた会う日までヘチマール。ここで、オルト F4で、こんなことする人いないよね。
ゲームを途中で落として再起動なんてむずすぎ。それで本当に始まるのかな。自動的にって書いてるけど合ってるかなこれ。続きから？あ、違うかも。違うかも。エンディングに入る前に音鳴ってたから良くなかった？どのタイミングだ？エコキチさん何回死んじゃうんだ。ドライアイスな。やっぱ渋谷の街を守るにはドライアイスが必要なんだよね。テキストができた瞬間に折ると F4 かな。ペットボトルの、キャップは分けて捨てる。ラベルもかな。でもエコキチさんもともとラベルついてないから。さよならじゃねえ。また会おうぜだ。無変化？すべての物語を語り尽くした。このぐらい夜の帳に包まれて、長かった一日が終わりを告げる。すれ違う人々、巡り合う運命。渋谷を彩ったあまたの物語が、君の記憶に留まることを願う。いずれまた会う日まで。一丸、ここか？どう？ここ？来た！中村！中村か？今私は部屋を抜け出し、プログラマーのデスクでキーボードを叩いている。すぐに戻ってきそうなので手短に書く。支離滅裂な文章になるかもしれないが勘弁してほしい。中村！今回このゲームソフトの中にも彼はあたかも真実のようにメッセージを仕込んでいるだろう。まるで自分が被害者であるかのようなメッセージを。どういうことだい？何度も何度もゲームをプレイしたあなたは、ようやく隠されたメッセージを発見する。達成感を覚えつつメッセージを読み終えたあなたは、簡単にその内容を鵜呑みにしてしまうかもしれない。しかし、それは嘘だ。なんだって？あなたを騙そうとする中村光一の巧妙な罠だ。引っかかってはいけない。これ、中村じゃないのか？誰？私もかつて、まんまと奴の策略に引っかかってしまった。数年前の夏のことだ。当時発売されたゲームソフトの中に奴のメッセージを隠されていた。後日、ゲーム好きの友人と酒を飲んだ時、その隠しメッセージの話題が出た。怖いね。郵便番号じゃないや。電話番号が書かれてたの？北島さんだわ。すぐこちらへ来てくださいませんか？私は東京都新宿区の指定された場所へ向かった。暗がりの中に一人佇んでいると、いきなり後ろから目隠しをされ、拉致された。北島！目を覚ますとそこには、窓のない狭い部屋、二人の人物の姿があった。私この人の名前読めないんだよね。
スズメ編書いてくれた人とカナン編書いてくれた人だよね。二人は私と同じように拉致され、閉じ込められ、強制的にゲームのシナリオを書かされているという、なんだって？ナスは連れてこられて間もないようだったが、が、阻止は、かれこれ十数年もこの場所に監禁されているらしい。なんだって？私が監禁された経緯をダラダラと書いていても仕方がない。本題に入ろう。ともあれね。ともあれ。中村とその部下たちの声だ。ゲーム画面からある種の電磁波が発信されていて、誰が購入したのか分かるようにプログラムしてやるというのだ。本体をネットに接続していればなおさら危険だ。詳しい内容まではつかめなかったが、会話の端々に拉致洗脳服従という言葉を書き取れたこと、聞き取れたね。聞き取れたことからも何か恐ろしい計画を立てていることは明らかだった。奴らに見つからないようにメッセージを仕込むのは容易ではないことだ。バレたら間違いなく殺されるだろう。あなたがこれを読む頃にはもう私はこの世にいないかもしれない。しかし、このゲームを買ってくれたあなたのことを思えばじっとしていることなどできるはずがない。もしこのゲームを購入して1ヶ月以上経っているとしたら、あなたの個人情報は完全に彼らに握られると思って間違いない。なんだって？最近になって近所に新しい住人が引っ越してきていないか？近くのコンビニの店員がいつの間にか別の人間に変わったりしていないか？わかんない。コンビニそんな行ってないから最近寒すぎて。もしご両親や兄弟と一緒なら、よく顔を確かめた方がいい。そっくりな別人の可能性がないとは言えない。背後から誰かに見られている。今そんな感覚はないだろうか？わかんない。でも怖い話読んだ後ってそうだよね。待って、もしそうであっても慌てて振り向いてはいけない。振り向けば気がついたら、その瞬間にあなたは彼らの餌食となってしまう。陰謀は確実に広がっている。日本中に、世界中に、そしてあなたのすぐそばに。このようなメッセージを私が仕込むのは今回が初めてではない。あ、そうなのですか。前回の試みでは数多くの同志が勇気ある行動を起こしてくれた。前回っていつ？そのおかげだろうか、中村光一は日増しに落ち着きをなくしている。もう少しの辛抱だ。これ何の話？ゲットした。プリズマティックブックマーカーをゲットしたけど、こんな終わり方でいいんですか、これ。実績解除したから多分、これで終わりなんだけど。え、本当に？あれ？みのりかわがさ、みのりかわがさ、なんか、記事を書かなくてはみたいなの言ってたのって、もう、関係ないというか、そこのテキストはなくて、この、中村と北島の話で終わるんだ。そうか。渋谷、カン。待って、30分しか経ってない。なんか別のことしようかな。え、渋谷、面白かったね。いろんなテキストを読ませてくれて。それも、やっぱ監禁されてた3人が頑張ってくれたおかげなのかな。いろんなジャンルのテキストがね、無限にあって、大変だっただろうね。面白かった。私、Steam のゲームで、実績全部アンロックしたの初めてかも。ありがとう。YouTube でまだ続きあるってコメントくれた人とか、あと攻略サイトの人たち、Steam に攻略のコメント書いてくれてた人、その他の皆さん、ありがとう。なんか他のゲーム しよう。何しよう。
こんなすぐ終わると思ってなかった。